はいどうも皆さんこんにちは、全盲のバイオリニストそして YouTuber のアナちゃんこと穴澤雄介です。錦アナゴのアナオです。はい、本日は月曜日気まぐれアナちゃんのお時間です。前回に引き続きぶっちゃけアナちゃんはね、アナちゃんの CD の中でどれが一番おすすめなのっていう話をしちゃおうかなと思うわけ。っていうかしちゃってるんだけどね。そう、あのお客さんにね、おすすめはどれですか、いろいろ聞かれるわけよ、ね、聞かれるわけで、ほら、まあ、そう聞かれたらやっぱり、いやーどれもおすすめなんですけどねって言うしかないでしょね。そう思わない、ね、そうだけど、まあ、あの本当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 を言うと、私はですよ、はい、うん、これがおすすめですっていうね。で、一番おすすめって言って1枚に絞りたかったんだけど2枚までにしか絞れなかった。そうで、前回はね、未知なる世界へ飛び立とうご紹介しました。じゃあ2枚目、ね、2枚目の方はどれかというとこれです。聞こえてきましたよ、ね、はい、これ、はい、はい、どうもね、大空遥か、こちらはね2015年にリリースした CD です。10曲入りで、ね、このまあアルバムは私アナちゃんと、ピアノあるいはハモンドオルガン担当の野田正純さん、まあ、そして、ギターあるいはエレクトリックベース担当の望月武さん、そしてドラムの高木正夫くんっていうね、4人のバンド編成でレコーディングしてある。で、このバンド編成のレコーディングの CD は、3枚あるのね。そう。その3枚の中で、まあ、一番おすすめでもあるし、そう。まあ、他のね、デュオの CD とかも全部含めても、その一番おすすめの一番おすすめの2枚の中の1枚って変な言い方なんだけど、そう、そういう CD です。まあ、これもあの全曲自作曲なのね。そうでね、まあ、これも未知なる世界へ飛び立とうとは全然質が違うんだけど、全然質が違うんだけど、やっぱりね、曲がおすすめ。そう自分で作った曲で曲がおすすめってちょっとあの若干あの照れくさいんですけど、でも本当そうなんですよ。私このアルバムはね、その未知なる世界へ飛び立とうとは全然タイプ違う曲なんですけど、というのもね、あのバンドを想定した曲っていうことで、書いた CD、 書いた曲なんだなんだ、バンドで演奏することを想定して作曲したっていう作曲のその作品の中で、その何言って言いたいのか分からなかったけど、あの、うまくいったなという曲がたくさん入ってるわけ。言いたいこと分かる？ん？分かりますよね。分かります？そう、このアルバムからあのガラリと変わったことがあって、私の作曲ね、五線譜をね、私自力で書くことができるようになったんですよ。まあ、B スコアというソフトのおかげで。で、自分で五線譜を書いて、今まではほら、普通の楽譜に訳してもらってた、うん、私が説明しながらとか、展示楽譜を読んでピアノ弾きながらとか、いろんな形でね、そう、普通の楽譜にするのに自力では無理だった。でもこの B スコアというソフトを使うようになって、このアルバムからは、自分でその演奏する曲の楽譜をね、自分で作曲したあの楽譜をメンバーにそのまま直接書いて渡せるようになった。で、これで画期的にね、作曲でできることが変わりました、うん、で、今流れているこの曲は大空遥か、これビオラからね、あのバイオリンに持ち帰る曲なんですけど、これも今までのやり方だったらこういう曲を書くのはなかなか大変だったし、演奏者にもいろいろ負担をかけてたんですけど、こういう曲もね、書けるようになったのはこのソフトのおかげなんですね。まあ、それからこの CD の中の、まあ、
一番おちゃらけ作というか、歯医者さんへ行こうというちょっとふざけた曲がありまして、この曲もね絶対あの自力で五線譜を書けるようになってなかったら作れなかった。まあ作れなくはないけど、作っても演奏者にいろいろとこう負担をかけてた、曲ですね。だからやっぱり実質このソフトが使えるようになってこういう曲書けるようになったっていう作品ですよね。でまあ他にもねそういう曲がたくさん入ってます。でまたさらにねこの曲の中には以前、リリースしてもう完売になっちゃって、でもねバンド編成でやっぱりレコーディングし直して残しておきたいなと切に願う、まあ対馬であったり、追い風は南からであったり、あの木に寄りかかったり、ね、あといちご畑で青い空とかね、いちご畑と青い空ねそう自分で書いた曲名を間違えるなっていうねそういう曲なんかね、こうアレンジし直して入ってて、本当にねもともとその自分の曲の中でもおすすめっていうちょっとベストコレクション的な意味合いで選曲したのに加えて、その楽譜を書けるようなそのソフトが使えるようになって新たに書いた自信作というのが入っているという、そういう意味で曲的に非常におすすめなのでね、こちらも Amazon で購入できますのでぜひよろしく。アナちゃんでした。チャンネル登録もよろしくね。